Tila Tequila、Tila Gwen、Tila Win、1981年10月24日隊は、Tila Tequilaないし、ミスティラの芸名で知られる、シンガポール生まれのアメリカ合衆国の女性歌手、モデル、テレビジョンパーソナリティである。彼女は、男性誌、スタッフ、マキシム、ペントハウスなどに出演。また、フセテレビのダンス番組、パンツ、オフダンスオフの司会者として、活動とジェフリー・スターと共に2006年4月頃のイースプイース上で最も人気のあったアーティストとして知られている。MTV の彼女が主演のリアリティ番組A Shot at Love with Tila Tequilaは2007年10月9日に初公開され、2008年7月8日に終了した。彼女はテキサス州ヒューストンで育ち、現在はカリフォルニア州ロサンゼルスに住んでいる。Tila Tequilaはベトナム戦争後にボートピープルとしてシンガポールにたどり着いたベトナム人の両親のもとに生まれた。ダニエルとテリーという兄弟がいる。彼女が1歳の時に彼女の家族はその後アメリカに移り住んだ。アメリカでは厳格な仏教寺院のコミュニティに入ることを許可されるまでヒューストン近辺に住んでいた。8歳の時に家族でコミュニティを出た。彼女は中学生の時に荒れて、好戦的な振る舞いが原因で6ヶ月間、全寮制学校に行かせられた。高校生になると、ドラッグに手をつけ、ギャングに加わった。姉妹の身分証明書を使って、ナイトクラブへ出入りした。彼女は、伝記で、彼女自身が色々な個人や、家族の問題により、混乱して、損をしていると感じ、15歳で、処女喪失したと説明している。彼女は強力な感情を発散するために作詞を試みた。ギャング以外の友人が彼女の人生を助ける簡素な手伝いを行った。しかし、彼女は16歳の時にニューヨークのクイーンズに逃げた。16歳の時にヒューストンで走行中の自動車からの銃撃を受けた。彼女は翌年妊娠したが、流産した。テキーラは2000年にヘイスティングス高校を卒業した。モデルとなって2001年にカリフォルニアに移った理由としてテキサスでの悲惨な青春期を理由に挙げている。2003年3月に受けたインタビューで大学クラスの一部を取ったが一度も授業に参加しなかったことを明らかにした。彼女はその理由を娯楽産業に関わる何かをすること以外に私が好きなことがそこにはないので私は実際に大学に行きたくなかったと語った。もともとは鳴かず飛ばずのモデルだったが、マイスプイースに参加しブログの更新や写真の公開を行ったことで注目度が高まり、わずか2年でタイムに掲載される有名モデルになった。18歳の時に雑誌プレイボーイのスカウトによって発見されて典型的なヌードになるチャンスを与えられたところから彼女のキャリアは始まった。南カリフォルニア州に移って、2002年4月22日の週のプレイボーイにサイバー、ガールとして登場した。輸入レースシーンを通してさらなる人気を得た。表紙を飾った雑誌、チューナーが彼女の特集を組み、ダンス番組、パンツ、オフダンスオフのホストとなることを明らかにした。NBC のゲームショー、アイデンティティの2007年4月6日のエピソードの最初のゲームの12人のうちの一人として出演。同年、コメディ映画、I Now Pronounce You、チャック&ラリーに出演。雑誌、スタッフ2006年4月号のインタビューで、12歳の時にアルコールを飲んだことで、Tila Tequilaというあだ名がついたと明かした。2006年8月号、英国版、マキシムのホットな100人の88位にランクインした。2008年、雑誌、マキシムが選ぶ世界で最もホットな女性100人、2008ホット100の一人に選ばれる。2007年3月26日に自身のブログで VH1 で放送されるリアリティ番組を撮影していると発表した。しかし、その後 VH1 の姉妹ネットワークである MTV の方で放送されることが決定した。2007年10月9日より、A Shot at Love with Tila Tequila、放題は、MTV Tila Tequila、S Fantasy Couple対抗戦と題されて、放送開始された。番組内容は、異性愛者の男性とレズビアンの女性、計32名が、ティラの恋人の座をめぐって争うというもの。男女両方とも募集したのはティラがバイセクシュアルであるため、放送後、ザ・クリスチャン・ポストに番組のことが掲載されると、オンライン上でティラと保守的なキリスト教徒との間で熱い議論が起こった。しかし、番組はアジア系メディアで取り上げられる人気のあるゴシップとなった。番組は第2シーズンが制作され、2008年4月22日から7月8日にかけて放映された。ティラは2001年7月にティラ S ホットスポットというウェブサイトを開始した。当初は彼女の情報を主に扱っていたが2008年にビデオ、画像集、ブログとチャットを含む高級な会員制サイトとなった。ロックミュージックに関心を持ち、自分と活動する気のあるバンドを探し始める。彼女は最初、ビヨンド・ベキ・ジーンというバンドを組んだ。同バンド解散後、声の技術を上げるためにレコーディングスタジオで働き出した。その後、ジェラシーというバンドのリードシンガーとなると発表。バンドは解散したが、バンド解散前にオンライン上で2、3曲を発表した。ティラの歌手としての転機は2006年4月24日、MTV のトータルリクエストライブである。Will I Amはティラが、Will I Am Music Group、A&M レコードさんのレーベルと契約すると発表した。しかし、ティラは2007年2月27日に独立して、ソロとしてのファーストシングル、I Love You を iTunes 上でリリースした。リアリティ番組、A Shot at Love with Tila Tequila 初放映と同日の2007年10月9日に、セカンドシングル、ストリッパフレンズをリリースした。同シングルの PV の撮影は、ロサンゼルスのストリップクラブで行われた。PV は2008年2月26日、Yahoo Music を通して初公開され、3月4日に iTunes に発表された。シングルは、チャート入りすることができなかった。2008年4月2日に、Paralyze をリリース。2009年4月7日に EP、Love You Remixes が発表された。2008年12月に自叙伝、フッキングアップ with Tila Tequila、A Guide to Love、Fame、Happiness、Success、and Being the Life of the Party を発売。テキーラは、ティラテキーラレコードという彼女自身のレーベルを立ち上げ、元 B2K のラズビーと契約した。また、リトルミストレンドセッターマネージメント LLC というマネーメント会社も始めた。2013年12月、自身のウェブサイトにヒトラーと共感する理由、パート1と題する記事を掲載して騒動を起こした。彼女は自身のヒトラーに関する見解は反ユダヤ主義に由来するものではないとべた。戦争の犠牲者に焦点を当てるのは戦争の一部です。戦争についてどう思う？人々が戦争で死ぬから私は戦争に反対している。私は戦争の真実を知り、ヒトラーが本当にやったことを知り、彼が言われているような悪人ではなかったと分かったので、涙を浮かべた。臆病者ではなかった男が、臆病な指導者たちとは違って、国が落ち込み、経済崩壊し、失業率が高くなった絶望的な時に、国と人々を助けるために最善を尽くした。また、彼女は自身のフェイスブックに、ヒトラー支持者と反ユダヤ主義者のコメントを掲載した。さらにアウシュビッツ=ビルケナウ強制収容所の前でナチスの制服に身を包んだ彼女の姿をコラージュし、写真を掲載。これらの行為は彼女の Facebook フォロワーを激怒させ、Facebook は彼女のアカウントを閉鎖し、問題となった文章と写真を削除した。2015年8月、テキーラはイギリスのリアリティ番組、セレブリティビッグブラザーの第16シリーズの参加者になっていたが、写真が掲載された翌日に番組プロデューサーの知るところとな解雇された。その後、彼女は謝罪した。しかし、テキーラは2016年5月6日にユダヤ系アメリカ人の政治評論家がガス処刑され、イスラエルに送り返されるべきと訴えた後、この世には私の人生を喜んで犠牲にすることが2つしかすべてのユダヤ人の破壊と白人の保全、あなたはアジア人が敬意を得るのを助けるものを知っているか。アドルフ・ヒトラーのアジア版、私はその人になりたい。私はこのシオニズム病から世界を救いたい。と語った。同年6月、ユダヤ系のコメディエンヌサラ・シルバーマンとイエスを殺したユダヤ人を非難し、彼女が有名人の犠牲リストの辞典にあると述べた。2016年11月19日、白人至上主義者のリチャード・B・スペンサーによって組織されたドナルド・トランプの大統領選当選を祝うオルタナ右翼の会議に出席し、ナチス式敬礼をしている写真をソーシャルメディアに投稿。写真の一つにはジーク入る。言葉の後に手を表す。絵文字が添えられていたというキャプションが付けられていた。これにより彼女のツイッターアカウントは凍結された。2009年9月6日に伝えられるところによれば、テキーラは恋人の NFL プロフットボール選手ショーン・メリマンに首を絞められたとして警察に通報した。メリマンはテキーラがイベントに出席し酒に酔っ払っていたのに、自動車を運転して帰宅しようとしたので、それを止めようとしただけだと主張した。しかしテキーラは、アルコールアレルギーがあるので酒を飲めないとして、メリマンの証言を否定している。テキーラのアルコールアレルギーには、異論もある。サンディエゴ地方検事はメリマンを起訴しなかった。2009年11月17日に、テキーラはメリマンに対し、150万ドルを求める訴訟を起こした。2008年、コートニー・セメル、米ヤフー元会長兼 CEO、テリー・セメルの娘、ビリー・コーガン、メーガン・マケインと交際した。2009年12月9日、ジョンソン・ジョンソンの令嬢ケイシー・ジョンソンと婚約したと発表したが、ジョンソンは2010年1月4日に、糖尿病性ケトアシドーシスにより亡くなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。